初馬祭りの様子鹿児島神宮の境内を練り歩く馬初馬祭りは鹿児島県霧島市の鹿児島神宮で開催される初馬の祭りである鹿児島神宮の初馬祭りは鈴鹿け馬踊りと呼ばれる珍しい風習があり例年20万人以上の観光客が集まる日本各地の稲荷神社などで取り行われる初馬祭りとは異なる もともと旧暦正月18日に行われてきたが、1963年から旧暦正月18日の次の日曜日に行われるようになった。初馬祭りの由来は、室町時代に当時の領主であった島津隆久が鹿児島神宮の改築工事を監督していた折、区内で就寝していた時に見た夢がきっかけになったとされる。島津隆久の枕元へ、 馬頭観音が現れ、この地では誰からも帰り見られる存在でないことを嘆き、どう建松にあげることが叶えられれば、馬頭観音がこの国を守護すると約束したという。朝になり島津高久が新館へ、夢のことを話してみると、新館もまた同じ夢を見たという。さらには、近所であった秘襲商人という構想がごうちに、やってきた時に、夢の話をしてみると、秘襲商人も、 また同様の夢を見たという。意見の一致を見たことにより、獅子を急へ、聖福院観音堂を建て、五番を母材とした観音像が祀られるようになった。夢を見たのが旧暦1月18日であったことにより、その日が縁日として定められた。以後、数多くの鈴掛け馬が、お参りへ引きむら,じられるようになっていった。なお、前述の秘襲商人は、 鹿児島神宮の再建にも功績があったとされる。由来については、上記の他に、別の説もある。鈴掛け馬踊りとは、多くの鈴が連なった胸飾り、花や、錦などで飾った蔵をつけた馬を、鐘、太鼓、三味線などの音楽に合わせて足踏みさせ、馬が踊っているように見せることである。馬踊りが行われるのにあたり、地元有志が用意した20頭以上の踊り馬が、用意され、 馬の後ろに、それぞれ数十名の踊り連が続き参道を練り歩く。参加する馬は1ヶ月以上前から踊りの練習を行い、祭りが終わった後もしばらくの間は足踏みの癖が残ると言われる。馬踊りの元々の目的は、馬の健康や多産を望み、農作物が豊穣に実ることを願うものであったが、現代になると役払いもしくは年祝い。 商売繁盛といった意味でも記念されるようになった。また、上等式や婚礼を祝う目的で、馬を伴わずに、踊り子だけで馬踊りを行う場面も見られるようになった。馬踊りの風習は、山の神が馬に乗ってやってきて、他の神になるという古い伝えに基づき、南九州の各地で行われている。鹿児島神宮の他に、出水市高尾野町の市備神社。 遊水町の若宮八幡、伊佐市ひしかりべたの水天神社、伊佐市大口山野の受け持ちの神社、日置市の湯の元温泉などでも行われていた。2002年に、薩摩の馬踊りの習俗として国より、記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選択された。ありがとうございます。